はい、どうも、平井です。どうも、カイノレスです。はい、今日なんですけども、はい、ですね、陸情報の方が2つあるんですね。一、ねはい、つが、トラビス・スコットとエアー・ジョーダン3のコラボの話と、はいはいねはい、あとですね、エアー・ジョーダン5の、はいハイパーローヤル、ね。あ、そうですね。はい。はい、この2本立てで、やっていきたいなと思います。はい、今日は音楽情報あるんですか？ありません。ありますし、はい、ファッション情報もありますし、はい、映画情報も2本あります。あ、そうなんですね。はい。わかりました。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の忘れてない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、はい、みんな多分むっちゃ気になってると思う、お問い合わせの方が結構多かったですね。お問い合わせお問い合わせですか、はい、お問い合わせが結構あったんで、はい、ね、まあ、結論は後で言うんですけど、あ、そうですね、はい、はい、まあ、いろいろ調べてた経緯をね、まあ、ちょっとお伝えしたいかな、はい、そうですね、エアジョーダン3とですね、はい、トラビス・スコットのコラボがですね、今年の2月ぐらいに出てきまして、はい、なんか今後発売があるんじゃないかっていう話があったんですよ、はい、それでですね、以前出てた情報では、いや、それはフレンズ&ファミリーで、はい、関係者や家族に配るモデルで終わるんじゃないかっていう話があったんですけど、はい、おととい付けですかね、おととい付けで、まあ、僕ちょっと見てもらいたいんですけど、この言った形で、2021年の発売があるんじゃないかっていうリークが来てたんですよ、ね、出てましたね、はい、で、一応コンファームって書いてたんで、はい、もうその言葉を見た瞬間に、あ、これ決定なんやってちょっと思ったんですよ。で、実は僕らその動画一回撮ったんですよね。そうなんですよね。でも、ね、ちょっとこれ、ボツにしたんですけど、ね、まあ、諸事情によりボツに。あ、そうなんですよ。諸事情。ちょっと多かった今。それでですね、まあ、これ、この噂が本当なのかどうかっていうのは、ちょっとまあ出てなかったんですけど、ね、今日付けで、今日の午前中ですかね、はい、そうですね、いろんなサイトが、この、情報は、偽というか、嘘だと。はい、真実ではないっていうような投稿がありまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、スニーカーフリーカーっていう、スニーカーサイトあるじゃないですか、はい、海外の有名な。まあ、雑誌も作ってまして、ウェブサイトをやってるんですけど、はい、そっちの方がね、ナイキの方に今回のリリースについて問い合わせた話のことが書いてありまして、このリリースの噂はないというふうに書いてましたね。うん、なんで、このどうもリリースはどうもなさそうだなっていう感じなんですよね。はい。ショックですね。そうですね。いや、今年、まあ去年もですけども、はい、トラビス・スコットのコラボっていうのに、一つも僕ら手にできてないですね。書いてないです、ね。書いてないんですよ。はい、なので、まあ今回ね、新しいの出るって話であれば、はい、すごい嬉しかったんですけど、あ、そうですね。まあ結果としてはね、はい、発売されないようだと。はい、ヒアレスが言ってる通り、海外のサイトも、今回ね、このリリースがないということが報じられたので、トラビス・スコットの今後コラボが噂されているモデルの楽しみが一つ消えたみたいなのが書いてましたね。はい、うん、はい、でしたね。なんで、まあ一応、今のところ、この噂はまあ、ないと。そうですね。いう感じですかね。まあ、まだ何が出てくる可能性ありますか。まあでもね、やっぱりね、海外のね、熱心なファンは、しぶといと言いますか、そのことについての書き込みに対してのコメントが、はい、いや、でも2021年になるのは分からんやろって言ってたんですよね。あ、そうです。それがね、面白かったんですけどね。はいはい、まあ今のところおそらくないと思います。いうところですね。まあ、でも、まあ、分かんないじゃないですか。今の段階ではないかもしれないですけど、あ、そうです、半年後にもしかしたらっていうこともあるかもしれないんで。そうですね。でも、今出たこの話に関しては、今日付けで言うと、今のところはないかなと。はい。いう感じですかね。ちょっと残念でした。そうですね。はい。はい、まあ、このね、エアジョーダン3に限らずですけども、はい、まあ、トラビス・スコットのコラボですごい人気だと思うし、そうですね、僕らもね、はい、欲しいなと思っているので、まあ、まだ情報の方が、ね、出てきましたら、はい、またこちらの方で動画でお伝えしたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。で、続いて2つ目のリーク情報です ね、はい、そうですね。これがエアジョーダン5の、はい、ハイパーロイヤル、ね。そうなんですよね。いきなり出てきましたよね。ホワイト基調の。はい、最近5多いですね。多いですよね。はい。はい、こちらに関してなんですけど、一応2021年の、発売の話が来てまして、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、これ僕画像を見てもらって、もしかしたら、エアジョーダンの5で、詳しい方がわかるかもしれないんですけど、2006年に発売された、エアジョーダン5のステルスっていうカラーがあるんですけど、はい、それにね、よく似たカラーで来るのか、復刻で来るのかっていう、ね、情報が来てたんですよね。ああ、そうなの、はい。で、今のところね、復刻っていうよりかは、その似たカラーで来るんじゃないかっていう、話の方が濃厚でして、はい、まあ2006年に発売されたそのステルスのカラーに対して、タンの部分であったりとか、サイドソールのかかとの部分が、ややブラックの、カラーが少し使われるタイプで来るんじゃないかっていう話でしたね。なるほど、はい、今見てもらってるのはね、2006年のステルスを元に作られた、いわゆる木画像になるんですけど、はい、実物の投稿がまだなくてですね、今年後半にハイパーローヤの実物の、なんていうんですか、を見ることができるみたいなことが書いてましたけどね。なるほど、
まあ確かに、あの、このモック画像ではところどころ黒が使われてますね。そうなんですよね。はい。なんですけど、まあこのステルスに似たカラーで一応ハスマルがグッキーに来てましたね。なるほど。はい、これかっこいいですよね。いいですね。なんかね。ホワイトで。はい。あの、エアジョーダン5で言うと、はい、まああと直近で言うと、あの、7月7日に予定されている、オルタネイトグレープって言ったんですかね。はい、まあ、これ紫色のようなカラーなんですね。はい。まあ、あの、これが次なんかなっていう感じですね。そうですね。これが一番近いですね、発売が。はい。まあ、9月にかけてね、エアジョーダン5に関しては、あと2足ほど出るピークがあるので。そうですね。はい、まあ、楽しみ。毎月ごとになんか出るかなっていう。そうですね。はい。感じがしますね。まあ、またあの、このあたりも、情報分かり次第、ね、あの、こちらでお伝えしていきたいなと思います。はいそうですね。ちょっとファッションの話いいですかね。あ、いいですね。ちょっとね、はい、トラビス・スコットの話なんで、はい、最近のね、トラビス・スコットの私服見てまして、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、あの T シャツに、はい、まあ、ジーパンに、エミネムとカーハードがコラボした、あの、エアジョーダン4あるじゃないですか、はい。それをね、彼が履いてるんですけど、T シャツの方よく見ると、以前僕がネットワークで買った、ビリー・アイリッシュと、はい、ダリゲン・ブルーズ あのコラボの T シャツだったじゃないですか。うん、まあ、今日持ってきてるんですけど、この、ダリエンドのこのコラボのビリアージュの T シャツなんですけど、はいはい、このダリエンの、T シャツの DMX っているじゃないですか、はい、ラッパーのコラボの T シャツの方を今回このトラビス・スコットが着てまして、うん、ちょっとそれを紹介したいなと思って取り上げたんですけど、はい、まあ、元々このダリエンっていう人は、このブランドをやってる以前にいわゆるそのトラビス・スコットとかあとヒューチュラのスタイリストをちょっとしてたんで、まあ、そのつながりで今回この T シャツ着てると思うんですけど履いてるデニムなんですけど、はい、オーストラリアのブランドでスリっていうブランドがあるんですけど、それを履いてまして、スリっていうのは結構2003年か4年ぐらいから あるブランドで、僕も2003年か4年ぐらいに一応買ったことがあるんですけど、はい、それでですね、以前僕がエアジョーダン5のトップ3やったじゃないですか。はい、あの時に開封の動画やったじゃないですか。はい、その時に履いてた黒のパンツっていうのは、このトラビス・スコットが履いてるスリっていうデニムの元ね、デザインチームにいた人を立ち上げたブランドで、ベーシークっていうパンツがあるんですけど、たまたまね、僕そのベーシークを履いてたんで、あの、隅のこの、何ですかね、トラビス・スコットが履いてることにちょっと久しぶりに思い出したっていう話なんですけどね。はい、まあ、たまたまね、ちょっとゆかりのあるものを持ってたんで、はい、トラビス・スコットがその関連のものをね、着用してたよっていうことをちょっと言いたくて、はい、はい、取り上げたんですよ。はい。はい、ちょっと映画の話しようかなと思ってるんですけど、はい、その映画の話の前にですね、はい、ハリウッド俳優で、はい、ジョナヒルっていうじゃないですか。いますね。はい、まぁ、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、マネーボールっていうね、ブラッド・ピットの、はい、映画でね、まぁ、バイプレイヤーっていうんですかね、うん、まぁ、いい役してたんですけど、はい、脇役としてでもね、まぁ、有名と言いますか、はい、まぁ、そんなジョナヒルがですね、はい、アジダスとコラボするみたいで、この、ちょっと見てもらいたいんですけど、スーパースターの方を、ジョナヒルコラボで、発売するみたいで、7月11日に海外の方で発売が来てまして、はい、ちょっとね、このスーパースター面白かったんで、紹介したかったっていうのもあるんですけど、はい、そんなジョナヒルがですね、自らですね、監督した作品がありまして、はい、2018年にもうアメリカでは公開されてまして、はい、日本でまだ公開されてないんですよ。9月にね、公開の方が決まってる、ミッドナインティーズっていう映画があるんですけど、はい、そちらの方の映画が、いわゆるそのジョナヒルが監督してまして、はい、その、内容っていうのが、13歳の少年が、まあ、90年代の話なんですけど、まあ、スケートボードを手に入れることによって、スケートボードをして、その友達が増えていって、うん、まあいろんな体験をしていく、まあ青春グラフィティものみたいな感じらしいんですけど、そのね、映画のタイトル通り、その90年代の話なんで、その映画に出てくる90年代の、いわゆるその、ファミコンであったりとか、スーパーファミコンであったりとか、カセットテープであったりとか、あとストリートファイター、はい、あと音楽で言うと、ニルバーナであったりとか、僕の好きなピクシーズとか、あと元スミスのね、モリッシーとか、はい、あとヒップホップで言うと、キューティップのアトライブコールドクエストじゃないですか、はい、そういう音楽がね、ふんだんに使われるらしいんですよ。なんで、僕90年代に、まあ、まさにそういうのにね、どっぷりハマってた人間なんで、ね、この映画絶対おもろいなっていうふうに思って、ちょっと紹介したんですけど、アメリカの方で、この映画の方はもう公開されてまして、ネットフリックスの方で配信されてるんですけど、日本のね、ネットフリックスの方ではこの映画がね、まだ配信されてないんで、先になんか劇場公開してからだと思うんで、はい、今回ね、9月に劇場公開された後に、おそらくネットフリックスの方でかなり遅れてたと思うんですけど、配信が来るかもしれないんで、その時にまだなんか、お話できればなと思うんですけど、ね、はい、こちらの映画のね、トレーラーの方は概要欄に貼っておきますので、はい、また気になる方はちょっと見てもらいたいなと思います、ね。そうですね。はい。あともう一つは映画の話、続きがあるんですけど、先ほどアジダスの話じゃないですか、はい、アジダスのブーストでですね、007の、はい、ボンドと
コラボのスニーカーって言うんじゃないかってあったんですけど、言ってましたよね。そうなんですよ。007の新しい映画であるノータイムトゥーダイがですね、はい、絵になりまして、はい、日本の方で、ね、11月に公開されるんですけど、はい、まあ、あのスニーカーの方がリリースされてないので、はい、もしかしたらね、11月ぐらいもう一回その話が来るかもしれないんですけど、はい、っていう話をしたいわけじゃなくて、そのね、007のノータイムトゥーダイがまあ公開されるんですけど、はい、スピンオフで、なんかボンドの娘がいるっていう設定で、はい、そのボンドの娘が、いわゆるそのスパイ活動をするために教育を受けたりとか、はい、特殊な戦い方の訓練を受けて、はい、なんかその、なんですね、冒険に出るような、はい、なんか映画をね、スピンオフで今企画があるらしくて、はい、ちょっとそれが楽しみだなっていう話なんですけどね。はいはい、あの、このボンドの娘に関してはですね、はい、11月に公開されるノータイムトゥーダイで、その、なんていうんですかね、娘がいるんじゃないかっていうのが明らかになるかもしれないっていう内容でもあるらしいので、まあちょっと、ああ、そうですね、はい、楽しみなんで、ちょっと、11月ちょっと見に行きたいなと思ってるんですけどね、今映画館ちょっと大変みたいですけどね、席のね、そうですね、はい、なんかその開けたりとかっていうので、ね、はい、ちょっと売り上げの方が大変みたいなんですけど、はい、まあ少しでも、ね、あの力になれればなと思って見に行こうかなと思ってるんですけど、はい。はい、あ、今日は音楽の話もありますね。ありますね。はい。以前からご紹介してます、はい、アメリカの、はい、ラスベガス出身のバンドで、はい、キラーズっていうバンドを、はい、以前からたまにね、お話してるんですけど、はい、まあ、そのキラーズっていうのは、新しいアルバムがリリース予定だったんですけど、はい、延期になってまして、まあ、近日中にね、発売されるんですけど、はい、そっからですね、一曲シングルの方が今日公開されまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、このシングルがですね、あのキラーズがキラーズしてるなっていうぐらいの曲やったんで、すごく良かったんで、ちょっと聴いてもらいたいなと思ったんですけど、あの盛大なね、感じで盛り上がっていく、あのいわゆるキラーズが得意とする、まあ、あの仕上がりになっているんですけど、はい、キラーズの、有名なシングルで、はい、ミスター・ブライト・サイドであったりとか、あと、When You Are Young っていうシングルであったりとか、あと僕が好きなヒューマンっていう曲があるんですけど、はい、そのヒューマンっていうのは、民放のクレジットカードの CM に使われるぐらい有名な曲なんですけど、はい、その3つのね、盛大な感じをね、掛け合わせてるような新曲やったんですよ。はい。なんで、ちょっと聴いてもらいたいなと思いましたね。その3曲に対してちょっとアンテナがね、引っかかった方は、今回のキラーズのシングルぜひ聴いてもらいたいですね。なるほど。はい。あの概要欄に貼っときますので、はい。はい、また良ければ聴いてもらいたいなと思いますね、はい。はい。以上です。はい、あの、トラビス・スコットのね、はい、噂については、なんか、右往左往しちゃって、結局残念な結果にはなっちゃったんですけども、ね、はい、また今後もね、あの、トラビス・スコットのコラボについては何か情報出てきましたら、はい、あの、こちらで情報をお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。タイムレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. Uniform 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm